そう、まあ、んでね、放送のタイトルだけど、うん、放送のタイトルね、もう僕ね、自由にやらせてもらいます、すべて。うん、自由。自由だな。自由にやらせてもらう。はい。どん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 ね、自由奔放な放送をちょっとやっていきますよ。この時間帯のタヌキそんなことないじゃない。いろんな人やってるでしょ、多分今配信。ちょっとわかんないんだけど。髪の毛セットした。いや、違うんだよ。なんか髪洗ってさ、そのままにするとこうなるんだよ。2パックにして。髪洗って、シャワー浴びてさ、風呂入ったらするじゃん。で、そのまま、俺で、ね、バスタオルで乾かすだけで終わるから、そうするとこれだよ。ジュニーいらっしゃい。病んでるって聞いた？そんなことないよ。吹っ切れた？うん、吹っ切れたわけじゃないけど、もう放送だけやっていくよ。まあ、そうもいかなくなるんだけど、ちょっとね、明日か。日付的には明日。ある程度道筋がどうなるのかっていう今後のね、僕の道筋が見えてきたりとかもするので、まあちょっとどうなるかわかんないんだけど、うん。完全に自由にできる、まあ自由というかね、今まで通りになるのか。それとも、まあある程度っていうか自由がなくなるのか。まあそういうのを踏まえた上で、まだわかんないんですよ。わかんないんで、まあいろいろなことをやっていきます。はい。キングいらっしゃい。自由じゃなかったのか。自由じゃなかったっていうか、これから自由じゃなくなるのかな、もしかしたら。組地いらっしゃい。なくなるかもしれないし。うん。自由が完全に奪われるような気がするけど、まあ何にも縛られたくないなっていうのが俺の今の感じ。感想ですね。今現在自由じゃないってことではない。うん。ただそれがなくなるんじゃないかなと。うん。いう器具ですかね。策いらっしゃい。はい。大変です。はい。いやー。うん。万覚悟。いや、そういうのはないでしょ。規約はちゃんと守るでしょ。それは、ルールは守ってやりますよ。結婚してから自由が、まあ、それはなくなるよな。うん。それはなおさらなくなります。子供ができたりとか結婚したら、まあ、自由はなくなるだろうな、それは。仕方ない。うん。それを覚悟で、まあ、多分ね、結婚するんだろうから。うん。それはまあ、仕方ないんじゃないっていうか、まあ、相手がいる時点で、まあ、自由は少なくなるよね。うん。少なくなります。俺はね、まあ、とりあえず、そうだね、まあ、吹っ切っていろいろやっていこうかなと思ってるけど。うん、で、まあ、ちょっとね、まあ、僕もね、放送もう9年やってるんで、横浜のじエビやらしいね。放送9年やってるので、最後ね、まあ、ふわっち、スイキャスはあんまいないかな。まあ、会ってみたい配信者じゃなく、まあ、最後ぐらい会っとこうかなっていう配信者はいっぱい作っていこうかと思ってます。まあ、ここで言えば、まあ、愛子だったりとか、てるちゃんぴん。まあ、こういう人たちもそうだし、まあ、金梅はあったんでいいんだけど、会ったことない人っているじゃん。まあ、そういう人間にね、一目見てみようかなっていうのはある。うん。それをやろうかなとは思ってるけど、うん。なんか機会があればね、すぐいらっしゃい。なんかパソコンがあっちこっち割れてるな。どうでもいいけど。まあいいや。うん。な感じ。まあ、あとは、あれかな。まあ、基本的に、雨の日以外はちょっと家雑を減らそうかなとは思うけど。うん。あ、養分もそうだね。うん。まあ、一目合うぐらいでいいですよ。うん。まあ、ニコ生で終わることはないね。もうニコ生は終わってます。終わってる。うん。さあ、あたりいらっしゃい。もう雑談配信者のやるどころではないですね。正直。うん、ニコ生意味バカにしてるんではなく、それを作ってきたのはニコ生リスナーだと思いますよ、僕は。ニコ生リスナーがそういうものを作ってきたと思うけど、もちろんお金が入らないっていうことでニコ生去った人間もいるだろうけど、まあ僕みたいに関係ない人間がね、そういうお金とかあまり気にしないでこうやってやってる人間が、ね、ニコ生のリスナーがまあ去らせたと言った方がいいんじゃない？うん、家雑は減らすかな。減らすというか、家雑をやらないってことではないんだけど、自分のやりたいこと、外配信やりたいので、それをやる。つくよさきいらっしゃい。やれる期間ももしかしたら、まあ、もしかしたら短いかもしれないし、長く、このままできるのかもしれないし、っていうことだけどね。ルーキーいらっしゃい。ニコ生に未来はないよ。ない。リスナーが配信者これするようじゃダメよ。配信者の自由に放送をやらせた上で楽しまないとリスナーが、配信者をこれじゃそりゃどこの配信者も嫌になっちゃうだろう。うん。ツイキャスとかふわっちである？配信者出てけって出てけって。放送が行えないようにするなんてないでしょうよ。ニコ生ぐらいだぞ。シラいらっしゃい。シータいらっしゃい。うん。ツイキャス見るようにさ、まあツイキャスね、もしかしたらやるない。もしかしたらだよ。やるかもしれないっていうだけで。うん。X ちゃんもいらっしゃい。夏目ちゃんひどかった。そう。ああ、なんかね、それについてもだけど、まあ、ツイッターの DM やら、まあ、ツイッターの DM だな、ほとんどな。ゆきないらっしゃい。ツイッターの DM だけど、うん、女性配信者ね、まあ、俺普通のこと言ったような気がするんだけどな。配信者優雅として言ったというよりも、男性リスナーとして、言ったような気がするんだけど、キミヒミいらっしゃい。普通の男性リスナーとして、いろんな女性配信者って多分見ることもあると思うんだよね。多分可愛い子、綺麗な子、自分の好みの子、もしくは一般的に綺麗だと思う人、可愛い人とかそういう子って、別にコメント打たなくても見ることはいっぱいあると思うんだけどな、長時間見るかは別として。なんかそのことに対してね、あんまり言うべきじゃないんじゃないかっていうコメントももらいました。DM でね。まあ、DM がほとんど多いんですよ。そういうのって。ムーラいらっしゃい。なんでかっていうと、このアカウントと、Twitter のアカウントの名前が違うからさ、多分言いやすいんだと思うんだけど。多分いらっしゃい。俺はね、ニコ生でやった、今ね、ふわっちに来て、ニコ生でやったことを後悔しているよ。これはニコ生をバカにしたんではなく、ニコ生のおかげで有名になったのはあるだろうけど、ふわふわいらっしゃい。ニコ生のおかげで有名なったのはあるだろうけど、ニコ生でやったことはちょっと自分にとって、まあ今になってマイナスかなと思ってる。伸びすぎたのみたいいらっしゃい。やっぱりそれはアンチの影響かな。アンチの影響。多分俺がツイキャスとかふわっちでやってたら、こんなになんか粘着系のアンチは多分揃わなかったと思うし、やっぱりニコ生の独特の、雰囲気、2チャンネルの影響、ああいう影響のコメントの中、やっぱり突っかかってくるものに対して、まあ俺はね、配信に慣れてないので、慣れてなかった時代なので、そういうことに、敏感に反応する、僕が反応する。そのことによってアンチは増やしたんじゃないかなとは思うし、まあすごくね、俺の言ってることをやってることに関して、やっぱり批評も強いというか、他サイトと比べて強いのが、このニコニコ生放送だと思う。嘘じゃないっていうことに関してもそうだけど、すごくそこの非難の分で粘着してくる部分が、ニコ生の人は強いかなとは思う。8号いらっしゃい。鈴尾いらっしゃいね。まあ、それは思うな。なので、まあ僕もね、もう、下半期に入ってるし、放送的にも下半期に入ってるし、まあ42歳という年齢を考えても、まあ落ち着いてきて、どんどん放送やってもいいのかなと思うよ。そうそう。あとはまあバイク配信ね、徳島配信の前、徳島配信やってる時、あとは現在かな、現在を考えると、まあリスナーも変わったと思うよ。またリスナーも変わったと思う。メンバーもね、短期、まあ大体そんなもんだろう。んなもんだと思うよ。俺がいろんな話をしたりとか、いろんなまあ、企画をね、挟んだりとかしながらいろんな話とかしてるから、それでもやっぱ考えが違うなと思えば嫌になる人間もいるんでね。まあ、これは人の考え方だけど。今日、緑の放送久しぶりだけど、暗黒脳の質の悪さに驚愕した?あんなもんなんだよ。暗黒脳っていうのは本当の囲いだからな、そこは。もう今では囲いになってしまったんだよ、緑の。だから、あれが、やっぱ、もう囲いになってしまうと、平等な判断ができなくて囲いになってしまうと、まあ、他の配信者潰しやらをリスナーがするという感じかな。俺のところのリスナー変わるよ、変わる。多分ね、人間、もしかしたら、ほとんどの人がそうなのかもしれないけど、最初はいい人だな、考え方一緒だなと思っても、考え方が大きく違ったりとか、すると、多分そのリスナーをやめるんじゃないかな。わかんないけど。考え方が最初共感できるな、楽しいなっていう風で共感してるけど、だんだん僕はいろんな話、いろんなことを物事について話す時もあるでしょう。その時に、その人の考えと全く真逆だと、リスナーとして離れる可能性はあるんじゃない?ピエール・ポリスいらっしゃい。アレックスが近藤のとこで囲い込みしてる。まあいいんじゃない？別に。どこの放送を見に行こうが。別に俺のリスナーという風に、なんか、まあ俺の言い方も悪いんだけどね。いつも常連で来てるリスナーとか名前を覚えてる皆さんが名前を覚えてる、俺も名前を覚えてるリスナーのことを常連リスナーという風な、俺のリスナーっていう言い方をしてるから、なんかその固定リスナーみたいになっちゃうけど、別にどこの放送に誰が見に行こうが自由だと思ってるし、正直うちの放送にいつもいる人間が他の放送に行こうが、別にまあ大した俺は何とも思わないわけよ。秋も来るだろうし。ただ自分の放送にいるときは、まあ自分のリスナーという言い方をしてるだけで、そんなのかな。キラキラいらっしゃい。まあそんな感じですよ。だからまあ、アレックスがまあ、その近藤のところで囲い込めしてるんでしょ。それは近藤の放送が面白いと思ったからだ。俺の放送より近藤の放送の方が面白いと思ったからであって、まあそれだけじゃね。価値観を一つにはできないし、誰がどこの放送を見に行こうが自由だと思ってるし、12号いらっしゃい。これ仕方ないでしょ。まあ難しいよね。俺は正直ね、なんだろうな、アンチコメ。まあ、アンチじゃなくてね、まあいいよ。粘着系のアンチでも、普通のね、なんかアンチと呼ばれる方でも、なんでもいいけど、通常リスナーでもいいけど、そのコメントを何でも自由に書かせるってことに違和感があって、っていうのも、そもそも何をしたいのかがわからないっていうか、そういう方たちって、特に、ただ冷やかしだけのコメントとかを打つだけではなく、何をしたいのかなと思ってるっていうか、最近は特にずっともう、ここ最近ずっとそうなんだけど、まあそういらっしゃい。もうここ何年もなんだけど、13号いらっしゃい。なんかね、俺はね、ただ俺を丸裸にしたいのかなと思ってんのよ。俺のプライベートというか放送外、放送のこと、すべて丸裸にしたいのかなというふうに思ってるのね。ただ、できないこともやっぱりあって、できないこと言えないこともあったりとかするので、やっぱりそれをなんか言われたりとかして答えれないことも出てくるし、なのでね、何がやりたいのかわからないんだよね。そこを理解してくれれば、まあ普通に放送を見れるし、別にブロック入れる必要もないんだよね。難しいよね。こうちゃんいらっしゃい。俺を見る視点が違うからさ、そもそもね。放送を楽しむために見るわけじゃないから。そんな人いるでしょ？アンチの方がよく見てる。まあちょっとできないことが多々ありすぎるよね。例えばだけど、僕が過去に悪いことをしてきた。その中で事件になってないものってあるじゃん。そういうものに関しては、はっきり言って被害者が特定できないし、特定できないじゃん。いろんな悪さをしてきたけど、人を殴ったりもちろんそうだけど、まあ被害者が特定できないものだったり、そういうものに関しては、別にある程度、その今だから笑い話言えるなっていう若気の至りじゃないけど、ある程度そういう風なのを笑い話で、どういう事件だったっていうのを詳しく話さなくても話せる件については話すんだけど、冗談の範囲でね、今だから話せるなっていうさ、もう若気の至りだよね、まあね。そういう風に、まあ事件になってないような事件。まあそういうことについては話せるんだけどさ、もう事件になってしまって自分が実刑を受けてしまったとかさ、そういうことに関してはまあ話せないよね、正直。それは、まあ俺が有名になりすぎた。有名になりすぎて、やっぱり YouTube の勝手に動画上がってるのを再生数とかもちろん見てもそうだし、生放送を見てる人間たちも踏まえた上で、話せないよね。その、被害者感情というものがあるので、まあ話せないかな、正直。それはだんだん配信やってく上でそういうふうに思うようになってきた。なので、まあ、そうそう。知りたいなってのもあるんだろうけど、詳しくいろいろね、ただ話せないこともいっぱいやっぱ出てくるよ。ストレス発散だってアンスの本性は欲しかったはずなのに。なんかね、難しいよね。その、まあ何にこだわってるのかもわからないし、なんでそこまで粘着するのかも本当にわからないというか、その人たちは正しい正義だと思ってるんだろうけど、難しいね。難しい。